まこなこです。海原かわせ19話やっていきましょう。今回もレシピを集めるクエストとなっています。なのでまだストーリーはね進まないような状況。さて豚肉を取ってくる。豚はたくさんいたぞ。なんかキャラクターとしてね、地上ならいるんじゃないかと。あの豚の家族をなんかね3匹の子豚みたいにね背中に囲ってたからね。豚と空に豚がって書いてありますけど、どうなんだろうな。ここあ一旦戻れってことか。エレベーターで。ならばで豚さんに会いに行くのか、それとも豚が大量にいるところがあるのか。ここにも豚いるんだけど、これでいいんじゃないの。これダメなの。どうするかな。これ普通にどこ行けばいいんだろうな。ダメだ。ここに豚いるんだけど、これは豚肉入ってるね。でも下にもいるのか。これはなんかそんな感じでね、いろんなところにいるっぽいんだけれども、難しいんだよねこういうのが。あ何も言わずにさっくり。そうだった。こういうところをどうすればいいか。登ってそうだった。ダメだ、落ちた。だがこっち側にも矢印あるから多分こっち側でもいいんじゃないか。どこなんだろうな。矢印あるにはあるんだけど、本当にこっちでいいのかっていうね、そういう問題が。これ鶏肉だもんな、こっち側は。うわあ危ない。何やってんだバカじゃないか俺は。なんだここら辺なんか動いてるのはあるけど、なんかオウム貝か何かの貝が手に入った。自分は海鮮好きだからね、当然ホタテとかも。あ大量にいるね。ホタテとかもすごい好きなんだけれども、これ何、これ牛じゃないこれ。あーライフなくなって倒されんの。うわ間抜けすぎたな今のは。ちょっとあそこの場所まで即座に行きましょう。さて同じ場所まで来ましたが、当たるか。これつらいな。こうなっちゃうんだよね。でも角までやってきたので、これ牛はあれ今のなんか攻撃やっても反応しなかったな。あれかな、さっき倒されたの。じゃあ牛みたいな豚はダメってことか。そしてここからやり直し。一旦ここでキャンプやっときましょう。もうこれ以上失敗はしたくはない。まあ失敗したとしても即座にやり直せる状況にしておきます。あーちょこっち側一旦回復しておくかな。どうするかだな。多分下行くんだろうけど、多分この虫みたいな豚が引っかかる。うわ危ない、倒せないんでね。なの でそれでぶつかると結構なダメージ食らってダメだったという。無事クリア。それはちょっと分かんなかったな。なんとかなると思ってたけど、今回はうまそうだね。クズ肉の煮込み。豚のスープ、豚のスーププラスクズ肉の煮込み、この2つのレシピをもらった。じゃあ行きましょうか。さらに先、庭師のビリー、ようやくまたストーリーが復活といったところです。ビリーからの注文。城で庭師をやっている。そこに配達しましょうという話。これどこからだろうな。またエレベーターのところ行くところからか。そのようだね。城のところに行かなきゃいけないのは。ここでなんかこっち側からルートでも行けそうな感じなんだけど。
ほっ、徐々に上がってってる。ちょっと待って、それなんか上からやってくる気配あったから、これもうほんといやらしいところから、あと少しというところで、まだ来るの難しいね。このスティック操作だと斜めがちょっと入れにくいんでね、そこら辺をどううまくやっていくかになるんだけど、うん、あー、そうそうそう、あれ当たってない。これなんか綿飴じゃないわ、この風船もうまく使うと全然うまく使えてないしかも降りたいわけじゃないんだな。これで斜めにやりながら結構奥まで行けるかなとかね、言おうと思ったけど、ここら辺をサクッと上がる多分手立てはあるんだろうけどね、自分はそのあたり分かってないから。あれー、でなんか一人いないね、豚が。ここ登って、さて続いてここからが本番。これ乗れるね、下降りるとトゲトゲがあるんで。見てこっち側、あーとどうなるんだこれは。こっち側でよしと、キャンプしとこう、もう遠慮せずにキャンプセットを使っていく。で右上の方行くような感じなので、鉄砲水のあれがいるんでね、あの敵が。あー、即座にはそもそも行けそうにない私。いや行けた、鉄砲水の。これ何なんだろうな、この鉄砲水のやつは。何をモチーフにしてるのかがわからない。危ない、下行けってなってるぞ。やっぱ下ってどんな感じだっけか、こんな感じか。あれが抜いてる隙に、え、これどうするんだろうな。こうか、先にぶつけて、でここ下がってく。これは登っ、あー嘘ー、まあでもなんとなく分かった、ちょっと今のところまでは進めておきましょう。さてここなんだけど、ここで動かしつつ、あーダメ、いや今のできるかなと思ってたんだけど、ちょっと辛いな。そうなるとまた別の方法を考えないと。ここどうすればいいんだろうな、こうだよね普通に考えてね。危ない危ない、次斜め、届かない、届いた、うん、なんとか登って、これなんだろうな、鉄砲みたいなものが、あーこれは真正面か、嫌なルートだな。向こうの奥の方のちょうど止まれるところにもこれが飛んでくる。となると上か、そうなるか。よかったよかったよかった、あーどう考えればいいんだこれ。だから一気に行くのか、それともなんでね、ここで一気に行くんだけど、おし、ここでとどまってくれた、よっしゃ。危ない危ない、なんかここら辺にねアイテムあると敵を捕まえようと思ってもね、アイテムの方に引っかかるっていうパターンも多いんでね。あ、これ嫌なところに止まっちゃったな。上げられるか、うわっ、分かっちゃいた分かっちゃいたんだ。だが敵の方が引っ張る力の方が強かった。これどこからだ、ここからか、じゃあまたさっきのところまで進みましょう。敵側行っちゃうのがね辛いよね。さて同じ場所に来ましたが、どうすりゃいいんだろうな。これでいい感じに行ったな。でここだよね、ここのサメをどうすればいいか。
ひるませてからジャンプしてもう一回ひるませて取る。あー危なかった。うん、無事到着。今回はカバのビリーか。キノコに目がない。ただいま亭のピザはどれもおすすめ。なんか変な目で見られてんね。町の人間ではないんだな。今は赤見さんの世話になっている。なんだろうね、何かやらせようとしていたのか。結構な時間かかったけどなんとかクリア。では次はサボタージュ。仕事をサボる時のね、サボるというそういう意味合いの語源でもありますけど、サボり会って言われてるね。シルビーには黙っておく。なんかね、上から目線でね、このね、牛はね、お前の弱み握ったぞみたいな感じでね。これそして黙っておく代わりと言っちゃなんだけど、うちの旦那に届けてくれということで、なんかこのシリーズの中でね、あでもサボってるのは事実なんだ。なんかこのシリーズの今のこのフレッシュの中で一番ね、性格が悪そうなキャラクターだよね。さてこれはどこ行きゃいいんだろうな。とりあえず届ければいいだけなので、そこまで難しくはないと思う。上手い人だと多分左側のあそこのブロックを使っていくんだろうけど、自分はこれが精一杯。でもどうなんだろうね、左側行ってからさらに先がどうなってるのかが分からん。さてで、これ上に登れではなさそうなんでね、下の方から左に行けみたいになってるんだけど、まあ もちろん途中で落ちれるところがあるからいいけど。うん、無事入った。でここから降りればさらに下かな、これは見たところ。うん、問題なく。これ厄介なんでね、この敵。うわー危ない。だが強引に攻めれば案外なんとかなるのか。で下、これ前の方にいる、これにぶつかりそうな気がするので先に拾っておいてから。あ、なんだ、あっさりゴールじゃん。今回は楽だったね。全部がこんな感じだったらいいけど。相変わらずお使いを頼まれる。ノーマに言いくるめられたな。お立ちもらって、ノーマに捕まるなよという自分の嫁に対してね、なんという言い草を。じゃあまだまだ行きましょうか。22話、ここは言わなければここは通せないぞと言われてる。ちょっと散歩、立ちっぱなしで疲れた。散歩ついでにもう一つの門をバンしているラルにこれを渡してほしい。もう一つ同じようなエレベーターがあるのか。行く場所は同じなのか、それとも全く別のね、エレベーターの到着ポイントがあるのか。これ上、一応下からなんだけれども上から行った方がいいような気がする。うん、結構届くね。あー失敗してる。これダメだな、やり直そう。こっからもう一回、あんまりやり直してもポジション良い感じにはなってないけど。うん、登ってどうなんだろうな、これ下の方。あーなるほど、普通に下降りれば。
で、こっち側なんだけど、ここからどこ行けばいいんだ？マーキングないよね。まあ、ここ登っていけばいいか。うん、あ、上の方にマーキングがあったね。で、ここ滑って、これ下の方、アイテムは特段ない。そこ左蹴って書いてあったけど、で、これ確かミルクだよね。結構初期の方のクエストで、木になるミルクというね、ものを見かけた。どうするどうする。ここまでなんでね、そのずっと奥まで見られるというわけではないので、これも下降りていいかどうかがわからない。あ、でも降りちゃった。降りちゃった。降りちゃったけど、それが正解。ダメだな。素直にこっち側からどうなんだろうな。十字キーで遊んだ方がやりやすいのかどうかっていうね、そういう問題が。当然スーパーファミコン版は十字キーが基本だったので、だから今ニンテンドースイッチのプロコン使ってるけど、プロコンの十字キーって結構操作が効かないことがあったりするからね。うまくね、あるね、ここエレベーター。いやでもこれじゃないな、ここじゃない。さらに見えないね。さらに行けって話なんだろうけど、こっちが危ない。登って、これ下手に前に行き過ぎないようにね、今みたいにね。あー、この綿をうまく使えって話なんだろうけど、かかんないんでね。ジャンプでなんとかなんのか、なんともならないぞ。だが降りたら降りたで、なんかこっちの方が深く考えなくて済むから、ルートとしては楽のような気がする。そしてこのルートも通ったことあると思うんで、この先問題なく行けると思う。あー、いたね、こんなところに。ちょっとアイテム取ってから。さて、僕を探していた。そっか、本来であればあそこの門にいるはずのキャラクターだったんだけど、それがいなかったのか。そっかそっか、以前一つ前か二つ前だけど、門のところにね、豚が一人というか二人いる衛兵がいなかったんで、豚どっか行ったかなと思ったけど、もともと一人しかいなかったんだ。キノコをもらった。これでなんとかさらに進むことができた。じゃあ23話に関してはまた次回以降やっていきたいと思います。多分だけど、まあ、常識的に考えて面数が100あると考えれば、だいたい4分の1ぐらいまでは来たのかなという、そんな状況です。果たして何もあるかも含めてね、今後やっていきたいと思います。この続き興味ありましたらまた次回以降もご覧ください。ではでは。